はい、こんにちは、トレーダーの友です。それではですね、今回は、5月末配当の高配当のですね、銘柄ということで、まあ、僕が注目しているですね、銘柄をですね、紹介をさせてもらえたらと思ってます。で、まあ、3月がですね、まあ、配当値めちゃくちゃ多いので、まあ、4月5月っていうのはですね、ほとんど、まあ、ないんですよね、結構。で、特に高配当銘柄ってなると、もう本当に限られてくるわけなんですけども、まあ、その中で注目のっていうところをね、お話ししたいと思います。で、5月といえばですね、タマホームなんですけれども、まあ、タマホームもですね、ちょっと最後の方に分析をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい。で、1個目がですね、三立産業になります。3321になりますね。はい。こちらの銘柄です。で、こちらなんですけども、まあ、半導体の卸の会社で、まあ、今ですね、今の水準ですと 4.2% 年間配当がですね、という形になっております。で、まあ、これ、月足で見ていくとですね、まあ、直近でいくと2018年がですね、まあ、2200円というね、めちゃくちゃ、まあ、バブル相場を作ったわけですね。その後、まあ、縦値まで戻してきてからの、今ですね、再度復活をしてきているっていうことで、まあ、業績もですね、上向き上昇基調というところになってますので、まあ、この株価に沿ってですね、上がってきているというようなところですよね。で、直近で見ると、ここですね、1160円から1180円。このぐらいのところが、まあちょっとレジサポートして機能しているかなと思いますので、まあ月足ベースでですね、今月結構下落をしているんですけども、まあちょっと勢いよく上げた分の調整というふうに見ていいのかなというふうには思っておりますので、まあそこまでですね、この売り込まれ方っていうのもですね、まあ心配はしていないというようなところです。で、まあ大体ですね、5月末の配当になりますので、今から1ヶ月ちょっと先っていうことになりますので、まあ今すぐにですね、買うというよりは、もうちょっとですね、この月末までですね、見極めた上で買うっていうぐらいの方がいいのかなというふうには思っております。で、週足見ていきますと、はい。こんな感じになってまして、まあ、先ほど言ったレジサポのラインというのがここですよねというところですよね。まあ、レジサポというか、まあ、サポート、ですかね。まあ、レジスタンスで1、2、まあ、3回と。まあ、そのぐらい機能しているかなというところですね。まあ、週足で見ると結構ずっとですね、頭を押さえつけられたところを、2月の1週目ですね。ここでしっかりとぶち抜いてからですね、一気に上というような、そういった展開になっているということですね。なんで、下がってきたとしてもですね、この1100円台のところっていうのは、結構硬いのかなというふうには思っていますし、まあ、その下ってなると、もう800円ぐらいです、このところですかね。この辺のところも逆三尊、あるいは三尊のネックラインとかをね、まあ、作っているようなラインですので、まあ、ここは結構硬いかなと思ってますが、まあ、さすがにここまで落ちるとね、結構きついので、まあ、大体この辺のところで、ね、損切りとしては、この辺のところでラインを決めておくというようなところになるかなと思います。で、直近どの辺買い場かなと思うと、まあ、今ですね、結構買えるラインかなというふうには実は思っています。それはこの週足ベースですね、ヒゲで押し返されて、ここでもそうですね、2回押し返されていて、そしてこの急落ですね、この大陰線もここで止まっているということを考えると、この1208円ぐらいのところですね、ちょうど今いる値打ちっていうのは結構ですね、まあ硬い、直近では硬いようなそういった水準になりますので、かなりサポートとしてですね、強く機能しているかなと思います。まあ、ここをですね、下ついた後っていうのは反発がちょっと弱いかなとは思いますけれども、まあ、ここのところはですね、まあ、打診買い程度でですね、買っていけるラインなのかなと思いますので、まあ、どうしても買おうという場合は、ここから軽めにロングで入るのがいいと思います。そして本命はやはり1200円ぐらいのとこまで落としてほしいなというところなので、まあ、この1ヶ月ちょっとの間にですね、この辺まで落としてくるような局面が、まあ、もしあるのであればですね、この辺のところは積極的に買っていいラインかなと思います。まあ、ここもですね、1点天井、2点天井で、2回ですね、しっかりとダブルトップみたいなのをつけてから、ここの横軸のラインっていうのを突破してきているっていうことで、まあ、この長らくですね、少し意識をされているラインでもありますので、まあ、ここはですね、積極的に追いかけていっていいのかなというふうには思っております。ただですね、ここまで落ちてくるかっていうのはちょっと微妙なところかなと思ってまして、それは日足ベースでですね、まあ、こんな感じでトレンドラインというのが引けるかなというふうに思うんですけども、このトレンドライン上でですね、まあ、上昇ね、続けていくとしますと、まあ、ちょっとここまでですね、下がってこれない可能性っていうのは結構あるかなと思ってます。なんで下げたとしても、この黄色いラインまでの可能性がありますので、まあ、そこのところはですね、この黄色いラインまで落ちてきたら買うぐらいな、まあ、そのぐらいのですね、柔軟性もあってもいいのかなというふうには思っております。はい。ということで、買い場このあたりですね。そして、次の銘柄になるんですけども、二つ目が悟り電機になります。7420ですね。この銘柄もですね、まあ、直近ですね、ここですね、
このところで、決算出まして、まあ、現役、直近がですね、現役ということで、まあ、でも増配してるんですよね。70円に増配ということで、現役だけど増配ということで、まあ、通期の見通しっていうのは、据え置きという形になってますので、まあ、それほどですね、株価が崩れているっていう感じではないですよね。で、ちょっと月足からちゃんと見ていきますと、まあ、この会社っていうのは、まあ、この平行チャンネルですね。青いこのラインの平行チャンネルっていうのをですね、ずっと形成をしてまして、まあ、大体2008年ぐらいからですね、ずっとこの平行チャンネルの中をですね、行ったり来たりしながら、上昇しているというようなところですね。そして、この2月のところでですね、一気に上をぶち抜いてきていまして、まあ、初めてですね、この平行チャンネルっていうところを上に上抜いてきたっていうところですね。ただ、さすがに、まあですね、変わりすぎたっていうところで、まあ、今月、足でいきますと、まあ、陰線をつけているというような状況で、まあ、今度はですね、この平行チャンネルのこの上限のラインっていうのが、まあ、サポートとしてですね、機能しているのかなというように感じますよね。で、じゃあこの値位置でですね、どこの辺で買っていくかという話ではあるんですけれども、次、週足で見ていきますと、まあ、週足直近です。結構弱いんですよね。買いが、買われてもすぐに下がる。買われてもすぐに下がるみたいな。まあ、そういった形になってますので、まあ、この1ヶ月の間ですね、もう少し下げる可能性っていうのは十分あるかなと思ってます。で、その場合はですね、1400円。この辺のところをですね、一旦節目にすると、買っていけるところになるのかなと思っていて、ここはですね、まあ、レジスタンスとして、機能してますし、まあ、サポートとしてもですね、一応機能しそうな、そういった値動きっていうのは見て取れますので、まあ、ここのところをですね、それから、まあ、もうちょっと落ちてくるんであれば、この1300円のところですね。この1300円は、この2017年ですね、の高値っていうところになりますので、まあ、ここもですね、一旦跳ね返されていますし、2022年の5月ですね、というところで、まあ、さすがに1300まで落ちてくるかっていうのは分かんないですけども、まあ、甘めに行って1400、まあ、このところまで落ちてくる可能性っていうのは十分あるかなと思いますので、まあ、このところから買っていくというところですね。そして最後日足見ていきますと、はい、まあ、直近の日足で見ますと、すいません、直近の日足で見ますと高値をね切り下げているような状態ですよね。そして、まあ、現役の買い出しも出ているということを考えると、まあ、直近のここのところで言うとですね、買われてはいるんですけども、今日とかね、まあ、この買いがどこまで続くかっていうのは分からないところであるので、この辺で入るとちょっと優位性は低いかなとは思っています。もうちょっと下で買うなら買いたいというところですので、ちょっと矢印をつけると、この辺のところですね。だいたい1400円のちょっと上ぐらいのところ、この辺から買っていく。まあ、あるいはですね、もうちょっと持つんであれば、この辺のところですね、1300円ぐらいのところから、買いに行くぐらいな、このぐらいの気持ちで、張っていくといいかなと思います。まあ、どちらにしてもですね、5月、あんまりですね、このぐらいのしかね、銘柄がないので、まあ、怖いとね、ちょっと選ぶのが結構難しいんですけども、まあ、買えそうな銘柄っていうところだと、この辺かなと思ってます。で、最後にですね、タマホームですね、見ていきたいと思います。月足から見ていきましょう。はい、タマホーム、まあ、株が絶好調なわけですけれども、まあ、大体ですね、この2本のネックラインっていうのがですね、結構機能しているかなと思います。特にですね、こちらのラインですね、このラインっていうのは、このね、レジスタンスとしてもここですね、2019年、機能してますし、2021年以降はですね、ずーっとこのサポートとしてですね、まあ、ヒゲで押し返されているというような、まあ、そういったラインになります。そして週足を見ていくと、はい、まあ、ずっとですね、これかなり面白いチャートで、あんま見ないチャートですよね。この上げたり下げたりを繰り返しながら、このディセンディングトライアングルっていうのをきれいに形成をして、そしてここを上抜けたことをきっかけにですね、一気に上昇していくというようなところで、まあ、かなりサンプルとしては面白いね、チャートかなというふうには思います。で、交通週間のですね、週足見ていきますと、まあ、この高値圏でも見合っているというような状況で、まあ、買いも売りもですね、どっちが優位という形では、この数週間はないかなというふうに思いますね。上ヒゲもつけながらも下ヒゲもつけてっていうところで、まあ、やっぱり5月の配当っていうのは、意識をされているような感じっていうところで、まだ方向感がね、出ていないのかなと思います。まあ、それはですね、日足を見ていても同じなんですけれども、まあ、この高値圏においてもですね、そこまで、なんていうんですかね、高値を示唆するような、天井圏を示唆するような、そういったチャートパターンというのはまだ出ていないかなと、まあ、いうふうには思いますが、まあ、ちょっと三尊作りそうな感じはありますよね。これ下げてくるとですね。で、こういう高値圏が崩れるときっていうのは、結構ですね、規則性っていうのがあって、まあ、タマホームもそうですけれども、こういうようなですね、斜め上のトレンドラインっていうのをですね、一本規定をして、
ここを割れたところでですね、一気にこの買いをずっとね、買ってきた人たちの決済売りっていうのが出てきて、ここからですね、一気に売り込まれる。そういったですね、形っていうのがありますので、まあ、このラインっていうのは今形成をしつつありますよね。っていうところで、ここで3ゾーン作ってくると、この3ゾーンとこの斜めのネックラインということで、ダブルの理由がつきますので、まあ、売られやすくなるかなというふうに思います。まあ、例えばですね、こういうところもそうですね、タマホームで言うと、この2021年あたりのこの上昇ですね、ここも、綺麗にですね、こういう上昇トレンドラインみたいのを1本規定をして、そしてそこを割ったことを皮切りに、下に下ろしていくとね、この下落のトレンドっていうのをまた作っていくみたいな、そういった形っていうのがありますよね。ただこことかもそうですよね、ここも上昇トレンドラインっていうのを1本こういう風に規定をして、で、ここをですね抜けて下に落ちたことを皮切りにですね、下落を進行していくというようなことですね。まあ、こういった形っていうのはですね、まあ、よく天井圏では見られますので、ちょっとタマホームを僕はここから買いたくないですね、以上の理由から。ここから買っていくのはちょっと優位性が低いかなというふうには思っております。で、あともう一つちょっと気になるのが、やっぱり気になるというか、このチャートの形から言ってですね、左側がもうないんですよね。このずっとですね新高値なので、そうするとどこまでですね、この買われるのか上昇するのかっていうのが全くわからないですよね。目安みたいのがないので、まあ、ずっと買われる、もちろんね、どんどん買われる可能性もありますし、やれやれということで、水準としては売られるような水準でもあるかなと思いますので、ちょっとここから買っていくのはもう本当五分五分のギャンブルになってしまうので、僕は買わないかなというような感じです。はい。ということでですね、今回は5月の後輩と銘柄ということで、1つ目に三立産業ですね、それから2つ目に悟り電機ですね、この2つをピックアップさせていただきました。まあ、どちらもですね、時価総額小さな企業になりますので、まあ、そこまでですね、なんていうんですかね、こう人気の銘柄っていうことでもないんですけれども、まあ、5月にあえて配当をね狙っていくのであれば、こういった銘柄かなと思いますので、まあ、1ヶ月以上前、ですので、今からですねちょっとウォッチをしていって、少し下に下げた時には、積極的に買っていくみたいな、そういったね、ウォッチをしていくっていうのも面白いかなというふうに思います。はい、ということですね、今回ちょっと質問なんですけれども、まあ、6月12月のですね配当銘柄はそこそこ多いわけなんですけども、まあなたはですね、どういった銘柄を今ね、注目されていますでしょうか。特にですね6月配当銘柄ですね、ぜひコメント欄で教えていただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。